今からこの世界の片隅にいてもう皆さんもねやたらとなんか見にするねもう素晴らしいアニメがまあるんですけどまあそれをちょっと紹介するんですけどその前によく考えたら僕10月末から11月頭まであじゃなくて11月末から12月頭までだうんとまた国境なき石段でフィリピンのマニラに行ってたんですよはいそれでマニラの中にまだものすごいスラムがでっ いい面積で残っていて、うんまあ、例えば、一番1キロ平方に、うんえっと、何万人住んでるのかな、うん、折り重なるようにしてす、うん、住んでるようなところに行って、うん、まあ今、ドゥテルテ大統領が、まうん、麻薬撲滅っていう状態になってるけどなんとなくは聞いていくと、まあ、スラムではもお葬式が絶えないと、うん、ほとんどあんまり調べないで。 やられちゃうっていうことがまあ起こっていて、うん、うんその貧困の問題っていうのは全然アジアの中でなくなってないんだなっていうのを見てきたんで今度ねうん、うん、またそのことを詳しくやりたいと思いますで「まあうん、この世界の片隅に」っていうのは、うん、そのえっ、ー、と、まあ本当素晴らしいアニメで河野文雄さんっていうあの女性の,あの漫画家の人が原作なんですようん、うん、で3巻で出てて、うんはい、でこの河野さんの,あのもう原作ほぼ、うん うまくアニメに見事に監督が片渕監督って僕と同年代の監督なんですけどしていてだから漫画から入った人も絶対にこれはもうあの満足するで僕は映画から入ってあまりに素晴らしいんでこれ漫画もう読まなきゃだめだと思って普段読まないんだけど漫画もう kindle でこう読んだぐらいのでどういう話かっていうとだ,だいあの戦前のある女性の。まあ 戦争終わってからもありますけども、えー、と広島で生まれて呉、はい、に、えー、お嫁に行く十いくつで十く、はい、ぐらいかな、はい、お嫁に行く話なんですよ、はい、でこの女性があの、まあえー、とそこにいるの旦那のお姉さんからもちょっといびられたり、うん、いろいろしながら、うん、だけど本当に明るく毎日を生活してる。うん でも、またく毎日を生活してるけどだんだん空襲になっていく空、うんえー、を見上げれば B29 がもう来ている、うん、で自分たちもあのそこから、ね、射撃されちゃう、うん、と機銃走車も受けちゃう、うん、でも,ほんもう普通のこう戦争映画だとそこのところに焦点を当てて、うん、こんだけひどいでしょう、うん、こんだけあれなんでしょうって盛り上げていくんだけど、うん、この河野さんの原作もそうなんですけど、うん、もうこの映画もほぼ一切 そこに焦点をわざと当てることをしないほぼ淡々と女の,人の,女の子の日常、うん、結婚していった先の旦那さんとどういう初夜を迎えるのかとか、うん、えとと当時、どういう、えー、とやり方でモンペを作ったんだろうとか、うん、細かいことを延々描いていくんですよ、その積み重ねがずっとあるから影が忍び寄ってくることが切なくなっちゃうんですよ。 知ってもそこを強調しないんだけどだからまあ見た人みんなよく言うんだけどどこでどこでグッときたっていうとそれぞれが違うなるほど男でも違うし女の人でも違うしまああのでまたもう1回見てみようって気になっちゃうんですね、うんはあ、なんであそこで俺グッときたんだっけなって、うん、でそういうまあものでしかもしかも映画の方はあのうん、えっと ノーネンちゃん、うんえー、まあ今のんさん、うんえー、もう素晴らしいテレコで、うん、あの人東北弁であんだけ人を喜ばせ泣かせて、うん、今度広島弁がすごいんですよ、うん、え何これっていう、うん、それでしかも全く何にも考えてなさそうな女の人本当に明るくてすごく困った状況になっても「困ったね」とか言って。 うんうん、のほほーんとして何にも考えてなさそうな声でだけどもう頭の中にものんさんの声しかしなくなっちゃう映画見終わった後えー、漫画を読んでても<ー>、うん、俺の友達なんかもあれだよね「この俺が、うん、この俺がアニメで泣いた」うん、<laughs> そうだろう、ね、俺が俺がアニメで泣くか?」ってもうその。 アニメで泣く自分に本人が驚くっていう情報が入ってきてちょっとそれどういうことかなと思ってるんだけどねそうですねまさに僕もこんなものでっていうかこんなところで泣くとは思わなかったと自分でも感じたしまあ非常に厳しい描写はあるんですね戦争に関してそれが彼女の本当にもう傷になるわけなんだけど。 その傷の場面を見るんだと思うと見に行けないとか、うん、苦しすぎて<ー>おあそこは目をつぶっちゃうんじゃないかなと思うようなシーンがあってそこまでこうリアルに迫ってくる一体これ何なんだろうとでもしかもこの映画の成り立ちもあの記事にはよくなってて面白いんですけど河野文雄さんの原作があまりに素晴らしいのでかあの監督が映画にしたいとだけど予算がないと。はい それをクラウドファみんなからお金あって。そうん、みんなからお金あて何千万かができて、うんうん、で、そのお金をもとに、このアニメーションを作ったんですね。うん、で、そのことの成り立ち自体も面白いし、従前なそのプロモーションもできない。うんうんうん うん、もう本当にもう口コミだけですすごいですよね口コミも、うんうん、素晴らしい、うん、素晴らしい、うん、これを何とか自分ももう一回見たい人にも勧めたいっていうことだけでどんどん上映感が増えていくっていう今、状況になっていて、うん、でこの監督を外にも海外にもあの連れていきましょうっていうようなクラウドファンディングが始まった途端にバーッとお金が集まっちゃって。うんうんうん でまあこれ、多分片渕監督はこれです海外に出て、うん、で、えー、と向こうでもおそらくどんどん訳されて、うん、え日本を代表する監督になるだろうなっていう予感は僕らにもあるし、うん、おそらくそうしたいという人たちが今、日本全国にたくさんいるんですよ、こんな良心的なねやり方で物がヒットするっていうことは、ね、うん、ほとんど今の日本は難しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあだからある希望になってるんですね。 まあでも俺たちのなんか、まあ、まあ俺たちのライブ演劇でもコントでもないけどもそれでもそうだよねこう広まっていく時の口コミの凄さって特に演劇とか っていううのはこマスコミでそんなにやられないわけじゃないと評判っていうのは見に来た最初の人たちが広めていくっていうねそうやっ楽が超満になったりするっていうそそそそうううう入りきれないくらいお客さんが来たりするっていうのが口コミのものすごさはあるよねそうですねまだからそこと今の SNS とかのまあやっぱりネットワっていうもののねこれでこれだけのいいものをきちんとみんなが見ることができる いるんだそれ面白い批評あこ,こ,このシーンはこう読む人がいるんだ、うん、このシーンはああ見る人がいるんだっていうのはものすごい勢いで出ててどれも力の入ったいい批評でアニメーションっていうのはどういう力を持っているか、まあ、特にまあこれの場合はその鈴さん裏すずさんっていう女の子がまあ主人公なんだけどすず、うん、さんはと絵を描くのがとっても好きな女の人なんですねだからアニメの中でも、まあ、漫画の中でもだけど、うん、漫画を描くシーンがいっぱい出てくるんですね。うん、そうすると その漫画が動き出すみたいなアニメがあるので<ー>こっちが普通の,えあのアニメを対象としてただ冷静に見てるんじゃなくてすず、うん、さんが描いてるものを見て直接見てるようなき錯覚になっちゃうあす<ー>ずさんの目には空襲はこう見えたのかっていうような気になっちゃうそこもすごくうまいしアニメーションとしても、うん、あこんなに物って動くんだ物ってこんな命が宿るんだっていう、うん、驚くようなシーンがたくさんあって、うんうん、まあ 日本のアニメを代表するこれは作品になるだろうと言ってる人もいるしいや違うとそんなレベルじゃないと日本映画の中の歴史に残る。 これは日本の歴史に残る作品なんだと評価している人たちがいるまあこんな時代だけどそういう場面にも俺たちはちょっと俺なんか年だけど遅ればせないから立ち会えるって今っていうそれで大竹さんが SNS でや見たと素晴らしかったって一言書くことでそうでしょうってやっぱりみんなが思う僕もこれをなぜこういう割とヒットしてから持ってきてるのかっていうと僕やっぱ見た時に。 このの映画の役に立ちちたいなと思っちゃっゃて<ー>早,く早めに何か言ってなんかこう自分でね目つけてましたじゃなくて、うん、絶対これは評価されると、うん、でバーッと火がついた時に、うん、俺は中盤か光栄で、うん、もう一発いくと絶対そしたらまた人が増えるとで落ちずに上映感が増える。 普通うの紹介する時って「俺が最初に見つけた思って「お前ら見たかこれ」っていうふうになるんだけど後追いでもしたくなるってすごいよねそうなんですよねライムスター歌丸さんもこの番組に来て帰り際に「これだけは見ろ」と言ってたこれだけそれだけ言ってそれだけ言ってその前はんかいろんなの素晴らしいとか言ってたんだけど最後はこれこれだけだって言ってお帰りになりました彼なんか日本映画の歴史 残るって言って評価をさ、うん、すごい早めにしたのはまあ歌丸ですよね。うん、それで僕らも納得して。うんうん、ああ、これはそうなんだと、新しい。うん え宮崎アニメもちろん素晴らしいものいっぱい作ってらっしゃってきましたけどそこに新しい僕らもう新しいってももう55歳の監督は56かなえとそういう監督がこんな国民的になるところをまあ見ているそれしかも1940特に熱く描かれているのは44年から45年っていうそしてその広島で何が起こったか。 そして起こった後、うん、そそこにすずさんが行、うんまあ、くとなるとじゃどういうことが起こるのか,かるんどんな人たちがそこでいるのかっていうことが、うんうんうん アニメーションで見事に描かれていいくうそういう作品なんですまたこれ「コトリンゴ」っていう、まあ、前回のこの「舞舞進子」と「うん、なんとか」っていう作品が片淵監督にあってその時にまあコトリンゴさんって、うん、まあ僕も元レーベルメイトなんだけど、うん、まあ女性で,で彼女は前は主題歌だったんだけど今回は全面的に音楽をやっていてこれがまたしみるしみるいい歌をもうよっぽどやっぱこの漫画にて 惚れ込んんんででみんなが集まったんでしょうねうそれがなんかこう魂で伝わっちゃういい加減に歌ってないなこれはすずさんがこんなに辛い思いするべきじゃないとかすずさんが今幸せなのは本当に切ないとかこれがそ後どうなっちゃうんだろうって思いながら歌ってるっていうのがわかるから。 序盤からだからうるうるきちゃうわけ語るだけですごいね熱くてあとあれだねやっぱりこのクラウドハンティングっていうファンディングねファンディングファンディングっていう方法ってやっぱりこういう時のためにあってこれはだけど流行るかもしれないねこれが流行ったらいいねと思うしそのクラウドなんとかって人たちはこの配当も増えてくるわけそれに投資した人たちはクラウドファンディングの場合は出した金額によって えっと、何かをもらえるとかあるメリットがある最後にクラウドファンディングした人たちの名前がズラ、うん、っと出る時にまたズオ よしやった君たちのおかげで見ることができたと思う素晴らしい映画ですから並んででもやっぱり見るべきですこれは伊藤は熱い男なんだってことも分かった伊藤さんがちゃんと優子をキャッチ系のタイプの人だと知ったクールなクールな伊藤なだけじゃないってことですね。